株式会社田島銀行は、兵庫県と四岡市に本店を置く、地方銀行。第二地方銀行ではない地方銀行としては、兵庫県唯一である。1897年11月、三組銀行として、兵庫県木の崎郡霞町に設立。1932年9月、霞銀行に称号を変更。その後、戦時統合によって、県内の銀行統合が進展するが、 霞銀は水産金融の特殊性から頑強に単独存続の必要性を訴えて田島地方の8行合併によって設立された全ただし銀行に参加せず終戦を迎えた霞銀は戦時における損失も少なく資本金の減資や第二封鎖預金を実施することなく戦後の混乱期を無事に乗り越え増資を重ねて経営基盤の充実に努めた 1953年1月、神戸銀行から霞、浜坂、芝山支店が譲渡されたことを皮切りに、前時、数店が譲渡され、1956年9月24日、田島銀行に業名を改め、田島地方を地盤とする銀行であることを鮮明にした。近年では、阪神、張間地区など、兵庫県南部への出店も積極的に行っている。 この他大阪府及び京都府に支店を開設している。このうち神戸支店は神戸市中央区の JR 三宮駅のすぐ北に自故ビルを構えている。なお、東京都や淡路島などへの出店はしていない。キャッチフレーズは地域とともに発展する。2019年6月26年ぶりにトップが交代し、倉橋はじめ東取が代表取締役会長に退き、 公認の頭取には、坪田夏樹常務が昇格した。本店所在地である、豊岡市をはじめ、田島地方の、全市町から、指定金融機関を自宅している。2005年3月より加盟。加盟業は、阪急電鉄と、北大阪急行電鉄の主要駅構内に、設置のステーション ATM であるパッドサットで、平日日中帯は、手数料無料で、 その他の時間帯も時間外手数料を支払うことで利用できる。2006年5月よりレダ姿勢の非接触型指静脈認証システムを導入したコウノトリをシンボルとしている。植樹などによる自然環境の保全や森づくりなどに積極的に取り組んでいる。兵庫県豊岡市のコウノトリ野生復帰事業を核とした人と自然が共生する地域づくりに共鳴し、 2005年の9月24日に自然界に包丁されたコウノトリの生息できる場づくりなどに協力している。2006年3月には豊岡市立山高小学校に人工相当の寄贈を行った。ありがとうございます。